13時15分、この時間は内藤証券投資調査部シニアアナリスト浅井陽三さんにお話を伺っていきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、よろしく。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。先週はちょっとびっくりしましたけどね、ニューヨークが、そうですね、波乱になって、週末金曜日もまだちょっと、マイナスで終わってます。まだ何とも言えないところかもしれませんけども、はい、夜中ちょっと相場見てますとかなり急落したのでびっくりしたんですけども、どうなることかと思いましたけども、引けにかけては戻したんですが、戻してるんですね。まだちょっとこのナスダック銘柄自体はかなり活況で過熱感はあったんで、ここまで一旦下げてしまうと、戻すのにもそれなりのエネルギーがいるんで、なかなかちょっとまた高値更新するにはちょっと時間がかかる可能性もあるかなと。かもしれないと、かもしれないですね。ただ一方でやっぱりその FRB が、低金利継続しますよというふうに強調してますので、金余り余った余資がですね、市場に流れ込む、流れがちょっとでも変わればどっと流れ込むような形になりますね。ということでしょうかね。今週は日本株は週末が SQ、メジャー SQ なんですけどもね、そうですね、この辺が転機になりますか。そうです、ここのところはずっと、3ヶ月ごとに先物とオプションの、両方があるの SQ、算出日があるメジャー SQ が来るんですけども、ここのところはずっとそのあたりが、一旦ちょっと上がってたのが下向いたりとかですね、下向いたのが上がったりとかですね、そういうふうに相場の天気になってますんで、その前後にですね、だからちょっとそう注意して見ていきたいと思います。そうですか、はい、わかりました。また今週も一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつものようにちょっとチャートの方から、見ていきたいと思いますが、ニューヨークダウの週足チャートなんですけども、2月の高値まであと451ドルというところに迫ったんですけども、先週は高値、一時2万9000、終値ベースですけども、100ドルまで上昇して、そして急反落したという形になったんです。週末はちょっと下げ渋ったんですけども、次の日足を見ますとご覧の通りで25日線あたりで下げ渋り、ニューヨークダウはナスダック総合指数と比べて、どちらかというとですね、もともとあるような大型株中心なんで、それややちょっと出遅れたんですけども、その分ちょっと下げは小さかったと、25日線でなんとか止まっているという状況にはなっております。ただ素直に見ますと、先ほど週足の方を見ますと、2月の高値近辺ですね、前後には近づいてますので、利益確定よりもそれなりに戻り売りも出やすいという水準ではあるということは言えるかと思います。ナスダック総合指数の方は週足見ますとこういった形で上髭長くして、陰線で、その前の週の陽線を包むという形で、大幅上進後の包みの陰線ということで、ちょっと天井を示唆するような形にはなってます。倍返しで前上段1万2774ポイントって言ってましたけども、そこまで行かずに、ちょっと急反落したわけなんですけども、切り返しても活況だっただけに、先ほど言いましたようにエネルギーがちょっと足りなくなる可能性もあるんで、その高値近辺まで戻すことはあっても、なかなかそこからちょっとどうかなというところでちょっと注目してみていきたいと思います。再び買い戻しで高値越し可能性残るんですけども、 FRB が低金利政策の継続強調しているということもありまして、まだちょっと、バブル的な相場とすればですね、あまり弱気で見ても間違ったりします。さて日足の方ですけども、ご覧の通り25日でなんとか踏みとどりました。9月2日、日足で見ますと9月2日に上離れて、十字足を引いてですね、下髭長い十字足で、それで下へ離れて陰線ドンと入ったという形で、これも、天井下の足なんですけども、25日線で踏みとどまってるんですけども、下げ幅はここのところずっと25日線に沿って上げてきましたけども、その途中の下げに比べるとちょっと大きめになってるというところなんですね。で、半導体株指数もちょっと見ますけども、これも週足ですけども上髭の長い陰線という形で、これもちょっと大幅上進後のこういった形で出ますので、ちょっと天井下的な動きになっていると。10年もの国債利回りの方は、雇用統計で失業率が 8.4%、 市場予想が 9.8% を下回ったということで、週末4日は金利が再び上昇に転じたということになりました。円安の方向、今日はですね、円相場の方もですね、そういった形もありまして、106円の30銭、20銭から30銭あたりということで、
やや若干円安気味には動いているということです。上海総合指数は今日はですね5ポイントで安く、で午前中終わっているということで3350ポイントです。日経平均株価は最初にお話ししましたように SQ がだいたい3ヶ月ごとにメジャー SQ あるんですけども、そのあたりでちょっと転機になるということで、まあ、例えば1月は、まあ、20日に高値つけてますけど、その前に12月の17日に24,091円というのを高値つけてます。その2日に営業日前ですね、その前に SQ が12月13日、そして今年の3月は3月13日が SQ で4日後の19日がボトム、そして6月8日に一旦高値つけてますけども、この週の終わりの SQ が6月12日だったということがありまして、まあ、ちょっとその辺今週は注目すべきかなというふうに思ってます。で、日足の方はご覧の通り25日線キープしてます。先週下がったといえですね、25日線キープ、日銀の ETF が801億円入りました、9月4日にですね、入ったこともあって底堅い動きが続いているということで、まあ、日足だけを見ると非常に堅調な動きが続いているということです。週足で見ると若干ちょっとこの年末年始の高値近辺接近で戻り出そうかなという状況になってくるんですね。で、今日発表されました、公表されましたクイックの月次調査株式で現在の国内組入れ比率、こちらの方はですね、足元の株式の組入れ比率ファンドマネージャーどうしてますかという問いに対してアンダーウェイトにしてますというのが 34%、 1ポイント上昇ということでまだ弱気が多い。オーバーウェイトは 19% で3ポイント低下ということで、どちらかというと上離れの兆しの中、まあ、これは先週の木曜日締め切りだったんですけども、まだ相場が上離れの兆しがある中で意外と弱気だなという感じなんですね。だから、まあ、そういった逆の意味からすると、まあ、そういった弱気のファンドマネージャー多い中でですね、まあ、底堅い動きがやっぱり続くのかなという感じもいたします。海外投資家の売買動向は1324億円の買い越しで、まあ、大きな動きはありません。2週ぶりの買い越しです。から次のページで、最低取引と売り算、こちらの方は信用改ざんがちょっと増え気味なんですけども530億円増えて2兆2823億円、それから最低売り算将来の買い要因は徐々に減ってきて1兆6106億円で411億円減少でした、というところになってます。それからトピックスのグロース指数に対するバリュー指数の推移ですけども、こちらは今日の前場まで入れてますけども 76.3ポイントで、まあ、ちょっと上がってきてるんですね、徐々にですけども、ややちょっと下げ渋ってる形が見えるかと思います。今日の前場上昇率 の業種は鉄鋼、それから空運、非鉄っていうところが上位だったんですね。あとその他金融、それから、5位が海運、そして7位が機械、9位が銀行ということで、ややちょっとバリュー株優位には物色になりつつあるということで、まあ、安値圏に待って高値警戒感になるのを外して安値圏で動き出したのをちょっと資金を移しているという形になっているかと思います。から業種別の株価指数はご覧の通りで、情報通信、これソフトバンクグループとかですねがちょっと売られてますけども、こちらの方はやっぱりちょっとこのデリバティブ使ってナスダック総合指数で、まあ、ポジション組んだりとかですね、そういったのがちょっと報道されてますけども、ややちょっとそういった形で、今までちょっと割安だったというイメージで買われたんですけども、そういったところでちょっとディスカウントの動きがちょっと出るような形にはなってきているということです。で、医薬品小売もやや下向きですね。一方でその下の方で建設、陸運、不動産というのが上向き、ジャスダック平均なんかも堅調、サービスも上向いています。あと2枚目電気が下向きで、他はですね、出遅れた機械とか、それから輸送用機器なんかもやや堅調ですね。あと銀行、海運、鉄鋼が下からちょっと上向いてきているという形になってまして、まあ、そういったところもからも、まあ、バリュー株がちょっと買われているというのが見て取れます。あとクイックの月次調査の株式で国内株式のセクター別の投資スタンスというのがあるんですけども、こちらはまあ月別で、何パーセント、まあプラスがまあオーバーウェイトにしていると、マイナスがアンダーウェイトにしている形になってまして、その一番右側の前月比で丸ついてますけども、これはまあ8月調査と比べて比率を上げている業種ですね。マイナスでも上げている業種、鉄鋼機械がマイナス5から 8%、 それから自動車がマイナス11からマイナス5、
それから通信、これはちょっと悪材料出てますけども、18% からプラス3、あ、これは低下してますね、失礼しました。から消費が0から10ですね、上向いてます。から金融がマイナス32からマイナス13ということで縮めているということで、まあそういったところがちょっと、動きがまあ今日なんかも出てるということですね。一方で電気精密が 45%、もともと比率高いんですけども 33% という形で低下して、あと医薬食品あたりなんかも低下しているという形になっています。さて、まあそういったことを踏まえてですね、先週の週末、まあさ、まだ下げの要因があったところですね、下げたところの、で、出来高を増加させて上昇した銘柄どういうのがあったかというのをピックアップして、してみました。というところで、ライト工業、こちら道路橋梁とかの基礎工事とか地盤改良工事、それから斜面のり面の保護対策工事とかやってる会社ですけども、まあ、その災害復旧関連ですね。それからくら寿司は回転寿司チェーンの2位で、新規改正者数がちょっと減り気味になってますのが駒鋼材。金川はですね、こちらアンジェスのワクチン開発に8月5日に参画することを発表しています。三菱ケミカル、こちらの方は総合化学の作用でですね、田辺三菱製薬とか太陽日産、三菱レイオンなどが参加にある会社。ワウワウはこちらですね、直近でスポーツ試合とかですね、あと音楽のライブ、こちら再開してますので、8月の加入件数が半年ぶりに順増に転じたということです。からあと鉄鋼が出てます。こちらの方は業績厳しいんですけども、ある程度まあ株価に織り込んで、あとこれから自動車のですね、向けの鉄鋼、後半なんかの回復なんかを見込めるかなと。から次のページ行きまして、OSJB ホールディングス、こちらの方は日本橋梁とかオリエンタル試合で橋梁工事ですね、こちらも球磨川で鉄橋が流れたりしましたけれども、これも復旧関連といいます。アルバックは液晶半導体部品の製造装置、真空製膜技術に強みを持っています。液晶は厳しいんですけども、半導体部品とか 5G 向けの通信部品に活路を開くということ。ホンダ機関、スズキ自動車出てきました。こちらの方はですね、トヨタの生産台数とか、それから販売台数を見ますと、4、5月と比べますと大きく回復に、減少幅が縮まってます、7月分見ますと、ね、8月9月ともっと良くなってくる可能性がありますので、出遅れている自動車株、これから買われる可能性あるかなと。あと、まあ銀行ですね、銀行なんかも堅調にちょっとじわじわと戻してきていると。強力メンテナンスは、こちらは学生社員寮の管理運営大手とホテル同民院、こちらの方は新型肺炎の影響が徐々に薄れてきてくるかなという感じで、先を読んで買われているでしょうか。浅井さんというところです、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。